ルさん。来る。奴らはここに来るつもりだ。やあ、久しぶりだな、ピッコロ。亀仙人様のところにいた人。ああ、クリリンだ。お前、ずいぶんたくましくなったな。悟空のガキの頃みたいだぜ。おしゃべりはそこまでだ。来たぞ。なるほど、お待ちかねだったようだな。そういうことだ。あ、あいつナメック星人だぜ。ナメック星人？わかったぞ。ナメック星人は並外れた戦闘力と不思議な弾を作り出せる力があるらしい。ドラゴンボールとかいうやつを作ったのは貴様だろう。ドラゴンボールのことまで知ってるのか。そのドラゴンボールが一番の目的だ。俺たちによこすんだな。いくらナメック星人だってよ、一匹やそこらじゃ俺たちにはハエみてえなもんだぜ。ドラゴンボールを作ったのはこの俺様じゃない。俺は戦いの方が専門なんだ。あれみたいなもんかどうか試してみやがれ。そうだ、ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおうか。お遊びが好きだな、ベジータも。グラッグラッグラッ。こいつら結構できそうだぜ。ん？デジアン、チャオズも。よ、遅くなったな。ヤムチャさん。ヤムチャさん。プーアルさんが言ってたヤムチャさん。ああ、お前が悟空の息子っていう。なるほど、確かに似ているな。おやおや、そっちもたくさんお出ましだな。ふん、一気に型をつけてやる。ご飯、お前も修行の成果を見せてやれ。はい。だったら俺も行くぜ。俺だって厳しい修行をしてきたんだ。痛めつけてやれ、栽培マン。少しは楽しませてくれそうだな。さあ、次はドイツだ。俺にやらせてくれ。ここらでお遊びはいい加減にしろってとこを見せてやりたい。今度は鼻から飛ばしていくんだ。ギャー。お前たちが思っているほどこの化け物たちは強くなかったようだな。
残りも俺一人で片付けてやるぜ。なんてやつだ、自爆しやがった。そろそろお遊びは終わるとするか。いよいよ本番ってわけだ。次はどいつだ。さて、どいつから片付けてやるかな。ここからが本番だ。一瞬で片付けてやるぜ。とどめだ。チャオズ、何をする気だ、チャオズ。やめろ、チャオズ。チャオズ。くだらねえことしやがって。チャオズ、敵は撃ってやるぞ。そして俺も行く。お前だけに寂しい思いはさせんぞ。脅かしやがって。無念。ひでえ悪夢だよ。悟空、早く来てくれ。悟空？お前たちが言う悟空というのはカカロットのことだな。そうだ。だからなんだ。なるほど。やはり無線で聞いた通り、ドラゴンボールで生き返ったらしいな。ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たところで何の役に立つというのだ。この前とは違うはずだ。絶対に違う。もっともっとずっと強くなってるさ。貴様ら孫悟空をなめるなよ。その割にはちっともやってこねえじゃねえか。来るよ。お父さんはきっと来るよ。面白い。
奴が来るまで待っててやる。ただし3時間だけだ。それ以上は待ってやらん。3時間待ってたって何の意味もねえじゃねえかよ。バカバカしい。俺は今遊ぶぞ。ナッパ、俺の言うことが聞けんのか。すまねえ。つい調子に乗っちまって。今のあのでかいやつの怯え方、あのチビはさらにもっととんでもない強さだというのか。チクショウ、頼む悟空、来てくれ。あいつらよりももっともっと強くなったところを見せてくれ。お父さん。